シュトモシチャンネル。こんにちは、首都カインボスセンターのシビタです。正午9月2回目の解説を始めていきます。実はこの撮影をしているのが2024年9月の20日なんですけども、今日朝ですね、ニュースがありまして、大谷翔平選手が51本本塁打と51盗塁決めた日なんですね。ちょっと私もテンション上げていきたいなというふうに思いますが、素晴らしい記録だと思うんですが、会ったこともないんですけども、ひょっとしたらですね、大谷選手は自分の記録よりもチームを勝つことを優先して毎日こなしているんじゃないかなというふうに思います。なんか記録気にしたらあと50本満であと2本だみたいな、あと何本だみたいな感じでいくとちょっと緊張しますよね。ご覧いただいている方はまだ5年生です。目先の成績も当然大事ですよ。ここの部分は大事じゃないとは申しませんけども、ひょっとしたらその先の中学校に入った時、高校に行った時、大学に入った時、社会に出た時のために今何を頑張ってるんだろうかなという部分で、少し広い視野で、まあ三崎の記録も大事ですよ、記録も大事ですけど、もっと違う視点をもう一つですね、持って頑張っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。私は国語の教師ですけども、ああこういう素晴らしい文章に出会えてよかったなとかですね、これも必要だと思いますし、ああこういう問題今まで書けてなかったんだけども書けるようになったな、解けるようになったなとか、自分の成長を喜ぶとか、そういうことが、長い中学受験のマラソンと言われますけど、大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。では物語文の解説に参ります。天地ダイアリー、佐々木アリさんのなんかマスクしてるあの少年が、主人公です。実は帯に何て書いてるかというと、スクールカーストの中で僕は仮想だって書いてるんですね。帯にスクールカーストって聞いたことあります？私はあまり好きな言葉じゃないですけども、カーストっていうのは上、真ん中、下、一番上の方はクラスでも、まあ、中心に頑張る陽キャとかっていう言葉もありますね。みんなを引っ張っていくような明るい子たちで、普通で、どっちかというと友達も少なくて、暗いなと思われているとか、好きじゃないですよ私この言葉、いうことがスクールカーストと、これインドのカースト制度とかっていうところから来てるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、こういう言葉も覚えていきましょう。で、一番最初にこの主人公が仮想にいると、あんまりクラスで目立たないよって、前書きのところに書いてあります。ここの部分はしっかり読み込みましょう。物語文前書きだったら前書き大事です。親の仕事で転校を繰り返してきた僕木下は、小学5年生の時のいじめをきっかけにマスクが手放せなくなっている。まず転校するんですね。これも中学入試よくあるパターンです。転校してくるとなかなか友達って最初作りにくいですよね。特に少しおとなしい子だとなかなか自分から友達だったよってなかなか行きにくいと。で、いじめをきっかけにマスクしてる、さっき表紙マスクしてましたよね。で、中学生なり工藤という友達もできたが、自分は仮想にいるという思いにとらわれて生活しているという話です。で、この時に工藤という友達って、友達いない子が友達が一人できたという部分を線引っ張っておいてください。これ人物像を確認しながら問題を解いていきます。あともう一つですね、前書き読んだ後に1行目、翌朝は霧雨だったという部分の線引っ張ってください。翌朝は霧雨だった、霧雨、まあ、この時にですね、晴れか雨かによってこれから主人公がどうなってるかなと予感する時もあります、まあ、特にここ書き出しなんで、チェックでしょうね。雨が降っている、じゃあ晴れと雨どっちの方が明るい感じするでしょうか。雨がちょっと嫌な感じしますよね。ですんで1行目からいくと、なんかトラブルがあるんだなと想定して読み始め、問いの4番、抜き出し問題解説します。なんであんなことを言っちゃったんだろうということで、抜き出しの問題がありました。じゃあ問いの4番、皆さん問題出されて、
なんであんなことを言っちゃったんだろうとありますが、この時で僕の気持ちを説明した四角に当てはまる適当な言葉を抜き出しなさいという書いてあります。まずですね、なんであんなことを言っちゃったんだろうという、あんなことってなんだっけっていうふうに確認してみてください。工藤を怒鳴ったんですよね、何してんだよ、わざとじゃないよ、わざとじゃなくても花が潰れた、せっかく元気になりかけてたのに、唯一の友達なんですよ、いうふうな工藤にちょっと厳しく言っちゃった。まあ反射的に怒っちゃったんですね、怒鳴ってしまった。でここで抜き出し問題なんですが、抜き出し問題っていうのは範囲を決めるのがものすごく大事です。いつの問題でしょう。この問題というのは一番最初の段落にあるはずです。なぜかというと、人の気持ちというのは今じゃなくて例えば1時間後の気持ち違いますよね。1時間前の気持ちって違いますよね。後悔したという気持ちというのは怒鳴った時に思ったことなんで、まず同じ段落、そっから探しましょうと。じゃあ僕が一番気になって何でしたっけ。スクールカーストの回想、転校していじめられてきた、でも中学生になって工藤という友達ができたんだと、その友達を怒っちゃったと、で工藤あっち行っちゃったわけですね、いうところで一番肝心なところはどこでしょうって考えて字数を探してみると、1ページ下の段左側に行け、僕はまた、これまたつけといてください。またというのは多分小学校の時でしょうね、クラスでの居場所をなくしてしまったんだ、ここの部分が正解になります。特に後悔を表している気持ち、棒線分のところも線引っ張ってくださいね。ここの、居場所をなくしてしまったんだ、この線のところに気持ちが込められていると、ぜひ1番はそういう形で、4ですねいう形で解いてみてください。じゃあもう1問いきます。問いの6番です。問いの6番は2ページ目の下のところで、僕とお母さんが会話をしていく場面です。何どうしたの、ブルーシートここにあったよね、ブルーシートですね、ブルーシート、これ花壇を守るためのブルーシートを家で探す場面なんですけども、ここ大事。基本会話文をやるときはキャッチボールです。キャッチボールというのは誰かが投げます、ボール投げます、で受け取った人がいると、で受け取った人が投げ返します、でまたその人が取ると、まあ、会話交互になるイメージです。特に今回は僕とお母さん2人しか登場人物いないので、2人が交互に喋るかなということで想像してみます。じゃあですね、問題見てないお父さんもお母さんもいらっしゃると思いますので、こう書いちゃいましたけど、あいうえおの選択肢見て、お母さんのセリフなのかな、それとも僕のセリフなのかなってちょっと想像してみてください。なんで、いや今使うんだ、下の段よ、運動会で必要なの、学校そこは帰ってから片付ける、ちょっとどこへ行くの、ここの片付けは。お母さんがこれもし一緒に見てらっしゃったら、お母さんっぽい口調ってあるじゃないですか。お母さんがいつもこんなこといいんじゃないかなとか、あとは女の人と男の人って口調違いますよね。大人と子供でも違いますよね、いう部分でヒントはあるわけです。お母さんっぽい口調どれでしょうか。下の段よ、運動会で必要なの、これお母さん確定、確定。お、ちょっとどこへ行くの、ここの片付けは、片付けはってお母さんよく言うじゃないですか、片付けは。子供がお母さんに言わないですよね、お母さん片付けはって言わないじゃないですか、これをお母さん確定という感じで、母か僕かというのをまずメモする、これ結構大事。登場人物がひょっとしたら3人かもしれません。3人になってくると劇的に難しくなりますからね、こういう部分の整理って結構大事で、並び替え問題っていうのはしっかりやっていかないと、どっか1箇所違ってたらバツになる可能性があるので、こういうヒントを生かしてやってみてください。で正解はどうだったかというと、う、い、あ、お、えが正解になります。う、い、あ、お、えですね。基本はキャッチボールですけど、う、い、あ、お、えが正解になってくるので、キャッチボールにきちんとなってるかなって
いうことも考えながら、解いてみてください。きちんと会話が成り立っているのかなと、いうことをヒントにしてやってみてください。物語文以上です。はい、では説明文の解説に参ります。説明文は日本の改正が世界を変える言語生態学的文明論と、ちょっと難しそうな文章なんですが、中学受験をやっている皆さんは少しずつ授業を受けたり、こうやって模擬試験を受けることによっていろんな文章が読めるようになります。まずそう信じて頑張ってみてください。メッセージはですね、これから世の中を変える主人公は君たちだということで、入試問題っていうのは考えられてますか？よく中学入試というのは、学校からのメッセージというのはありますが、見ないようになるのは皆さんなんだよという気持ちで、首都圏模試センターも模擬試験を作成しております。では、説明文解説に参ります。まず問いの一番の抜き出し問題ですね。抜き出し問題、まずですね、ずっとこういうふうな解説動画で言ってるんですけど、体に染みつけるという言葉、私はよく使います。この問題はこうだよ、この問題はこうだよじゃなくて、基本的に解き方、決まった解き方に関しては体に染みつけて、いつでもそういうふうな解き方をできるようになってほしいわけですね。じゃあまず抜き出し問題やるときに何やるかというと、傍線部の下もしくは上のところをしっかり読む。で、特にこういうとこ結構大事のですね、これは習ってる人習ってない人もいると思いますが、助詞って言います。わとかがとかのとかですね、これの一文字によって、日本語というのは大きく変わる言語なんですね。太郎さんを好き、太郎さんが好き、違いますよね。一文字でも意味が変わってくるので、まずここの脳大事かな。あとは宝庫だったとありますので、これがどの辺かなっていうふうに探してみる。あとはビクトリア湖の生態系についての話なんで、あんまり遠くないわけでしょ。ビクトリア湖のついて具体例が出てるところですんで、7ページ上の段下の段を中心に見ていこうね。特に下の段の右側の方までですね、これがビクトリア湖について書いてあるので、ここから探してみようということで。のあります、方向あります。今回これ両止まりません。でしかもここにある言葉というのは、実は中学入試で出てくる言葉としては最近めちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います。のと方向があるのは上の段の右から7行目です。呼ばれるほどの生物多様性の宝庫だったということです。生物多様性、特に多様性という言葉でもいいんでしょうね。いろんな種類のものがあるから世の中はうまく回ってるんだと。例えば女の人と男の人、外国人日本人とかですね、これが多様性ということです。お年寄りと、若者でもいいでしょうね。生物の多様性はたくさんの種類の生物があるからこそ、その自然は守られているという文脈で使われています。で、宝庫だったビクタリア湖の生態系が崩壊し、なんとかは以前よりひどくなりました。ひどく衰退した、これ述語なんで、これ言葉探してみましょうか。衰退という言葉、衰えてしまったという言葉探してみてください。そうすると下の段の右から1,2,3,4,5,6,7 行目、7行目に沿岸漁業の以前よりひどい衰退だけとなりました。ひどい衰退だけになりましたということで、ここに当てはまる言葉は沿岸漁業という言葉が入ります。前後を見る、助詞を大事にする、このたった2つのことなんですが、しっかりできているかどうかでスピードが変わってくるというふうに思いますので、徹底してやってみてください。じゃあ次です。問いの2番、接続詞の問題に参ります。で、今回接続詞の問題なんですが、選択肢が今回あいうえお5個ありますよね。選択肢の問題、
これはあの接続詞の問題だけじゃなくて普通の文章の選択肢の場合もある可能性もありますので、その時にですね一個ずつ確認していくと時間が足りなくなることもあります。もちろんそのやり方でやっても構いませんけど、ちょっと覚えておいてもらいたいのは、選択肢が多いとかグループ分けしてみるよと。グループ分け、グループ分けというのは今回ですね、ところがしかしのグループ、これは逆説っていうやつですね。逆説のグループがここ2つです。あと残りはじゃあ選択肢見ましょうか。選択肢は例えばさて、だからと、因果だったり例示だったりというふうに話の展開するとかですね、いう選択肢がありますけど、まずうとおがグループだなというふうに見ます。じゃあ2番の方確認してみましょうか。2番の方、まあ、こういう場合大体ですね、こううとうに2つに絞られている方が一発で分かっちゃうと2つに、ね、問題する意味がないんで、どっちかの可能性高いんですけども、これはちょっともう少し学年上になってからのテクニックでも変わらないかなと思いますが、丸2番を見ますと、漁獲量となって一時は経済的にも大成功でしたって書いてあります。大成功でした。でさっきの問題と実はつながってるんですよね。大成功、漁獲量が増えていると。でも衰退したと書いていますね。この後に問題もこうやんわりつながっているわけです。衰退したんじゃなくて沿岸漁業はひどい衰退になりましたとかいう形で書いてありますんで、2の後にはマイナスが書いてるんですよ。でうとおに絞れていって、じゃあこの下はどっちなのというふうに比べてみると、すると、とはいえと、これは分かりやすい言葉がありますので、さあどっちという形で解いてみてください。いかがでしょうか。グループ分けすると割とスムーズにいけることがあるので、ちょっと5択があったとき、5択以上かな、5択以上のときは2つと4つになるとか3つになるとかいう形で分けてみたらスムーズにいくことも多いし、正答率が確実に上がってきますので、ぜひやってみていただければいいかなというふうに思います。で解説は物語文と説明文で大体終わっておりますが、今回例えば、問いの3番については言葉ですね、気持ちを表す言葉とか、丸の中に入れてくる言葉、これ成功確認とか、形容詞の器でよく出る問題でしょうかね。で四角の4番が敬語、四角の5番が漢字の問題となっておりますが、国語苦手なお子様はですね、漢字と語句知識が固まってくると成績は安定していきますので、まあ、今回できたからいいやじゃなくてですね、できなかったらしょうがないよじゃなくて、しっかり解説もついておりますので、しっかり解説を繰り返してやって、次にできるかなっていうことが一番大事な部分だと思いますので、確実にですね、算数の計算と同じように語句知識という部分を少し意識されて復習されてくるといいんじゃないかなというふうに思います。解説は以上です。ありがとうございました。